はい、おっちゃんです。おっちゃんの積みゲー消化ドラゴンクエスト8ですね、プレステ2、12回目の配信です。よろしくお願いします。まるおっちゃん40予算プレステ2ドラゴンクエスト8。はいはい、ではでは画面の方出していきます。ドーンというわけで、怖いタバコで失礼します。もうめっちゃくちゃ久しぶりですね。ちょっといろいろあって中断して別ゲーをやってたんですけども、そっちの方が一段落したんで。ヒロさん、こんばんは。どうもどうも、ヒロさん、どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。で、これどこまでやったか覚えてない覚えてない。次はパルミドの情報屋。なるほど、パルミドの情報屋、情報屋の旦那。またみんなね、配信始める前にタバコに火つけちゃってね。あ、ここがパルミドなんだ。この町に情報屋さんがいるのね。あ、そうそうそう、お姫様がさらわれたんだよ、馬。前回。もう数ヶ月前ですけど。うん。あ、そうだそうだ、忘れてた。ゲームは1日1時間ということでね、あの、ドラクエに関しては、あの、1時間をめどにやってるんですよね。というわけで、50分に設定して、そうそう、忘れてた。これも、あれなんですよね。ドラクエ配信で、ゲームは1日1時間ということでね。これちょっと見にくいな。どっかいい場所。いい場所ね。いい場所ね。いい場所ね。に置いとこうか。時間を気にしながらね。あ、情報屋としての腕は超一流。あまり期待しないで、とりあえず情報屋の家に行ってみるか。なるほどね、情報屋の家どこにあるんだろう。これね、あの、この右スティック R スティックがね、逆なんですよね、普段やってるゲームと。右にやるとこっち側に曲がって、左にやるとこっち側に曲がるみたいな、すごいちょっと混乱する、混乱するから、 LR でこう曲げてやる感じ。どこにいるんだろう、情報屋の旦那は。よいしょ。ヒロさん、ラジコンみたいな操作感。なんだろう、なんかそんな、なんかね、そう、なんか左にやると右に動く、右にやると左に動くみたいな感じ。そうそうそう。お、入んな、だって。大抵こういうのは酒場に行けばね、なんとかなるからね。ゼッケンさん、こんばんは。ドラクエだ。どうもどうも、ゼッケンさん、どうもどうも。いらっしゃいませ。はい。あ、そうそうそう、錬金術できるようになったんですよね。うんうんうん。それじゃ手に入らないお宝が。なるほど。
ク薬草、報酬として500ゴールド。やったぜ。墓場は関係なかったね。いやちょっとね、もうこれ数ヶ月ぶりすぎて覚えてない、覚えてない。この人ではないね。情報屋さんはどこ？情報屋さんはどこ？チーンと落としたよ。あ、錬金術が終わった音か。お。情報屋さん、こっちの方？情報屋さんは？レッキュンさん、レンジで何か温めてたのかと思ったレンジでね、レンジで。そうそう、留守の間に来てたんですか。それは悪いことしま、そうそうそう、留守だったんですよ。ってことあるよ。ドルマゲ、ドルマゲス、そうそうそう、ドルマゲスっていうやつを追ってたんだね。うん、マイエラ修道院の院長を殺害した犯人、海の上を歩いて渡り西の大陸の方へ向かった。どうやって西の大陸へ渡るのか。海の魔物が凶暴化しているため、この大陸はトロデン国の大陸からは西の大陸への定期便は出てない。船が出てない、船が出てない。お、耳寄りな情報を教えてくれる。なんだろう。港町ポルトリングから崖伝いに西に進むと、ここにする木の川越に打ち捨てられた古い船がある。古代の魔法船。ポルトリンクの西といえば、少し前まで崖崩れで進めなかったのが、最近ようやく道が開通した。これは、船をゲットしろってことか。船をゲットしろっていうことですね。船をゲットしろということか。あ、なんかドラクエっぽいね、なんかね、この感じね。この感じドラクエっぽいですね、なんかね。ちょー。あ、誰か、寝て、誰か死んでんの？大丈夫？港町、なんたらってところから。西に進む。久々にちょっとプレステ2動かしてるから大丈夫かな、ちょっと心配。錬金釜、錬金釜なんかできたね。取り出し。普通の地図ができた。レシピ。道具。
特約層って何だろう。袋上薬草薬草ん上薬草雑あれ違うな。何かできそう。条約書を2つ入れてみた。これマップどうやって開くんだっけ。マップはどうやって。これか。あ、マップが動かせないのか。港町なんとかってどこにあるんだ。港町。ヒロさん、プレステ2でも結構綺麗ですね。ね、プレステ2でも全然遊べる。で、次行く場所はどこにあるの？我がトロデン城のある大陸に不思議な船があるはず。どこに行けばいいの？どこに行けばいい？どこに向かえばいいの？ちょっと待って。次の目的地がわからないよ。次の目的地がわからないよ。どっから来たんだっけ。とりあえずなんか西って言ってたね。どうだ、左の方になんか行けばいいのかな。おお、懐かしい。いい感じだね。いい感じだね。で、どっちに行けばいいんだ？こっちに行けばいいのか？お、驚きと守ってる。おう、あー、なんか懐かしいな。ドラケー、ドラケーって感じ。あ、ジェシカリビラだった。スキルを振り分ける。お色系に振り分けるね。お色系上げていこうね。ここをずっと行ってみようか。内側に。内側にずっと行ってみよう。こっち側に。おお、腐った死体だ。立った死体は体力が高いイメージがあるからね。うん、ダメージを受けない。ドーン。
懐かしい、懐かしい感じ。こっちの方に、あ、赤い点がついてるね。赤い点がこっちについてるぞ。へい。石を投げてくる。攻撃がしょぼい。投げキッスでダメージ。これ前やってた時も突っ込んだけど。どういうこと？どういうこと？臭いの？臭いの？もしかして口が臭いの？でしかは。でしかは口が臭いのかな？いいんだね。お、違う。ここ。お、降りてったあたり、あたりかな。やばい、もう30分経ってるよ。30分は経ってないか。35分ぐらい？よいしょ。ここかな？あ、ちょっと、錬金釜が。おお、時薬草できた。やった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 。でも今できてもね。今できても、さっきの町に持ってかなきゃいけないから。まあ、とりあえずいいや、持っとこう。ポン。お、マギパン。マギパンだって。風の魔法だね。懐かしいね。マギマとか。ん？なんだこれ。明らかに違うぞ。明らかに違うぞ、これ。これ明らかに違うね。明らかに違う。違うね、これはね。ここではない感じか。ちょっとマップが広く見えないから、これ通り過ぎて上に行ったとこかな？もう久々だからわからん。やっぱ期間が空くとダメですね、ほんとね。早いな、さすが。あ、ホイミ唱えた。ヘックしやがった。
白菜液。あ、ルーラーとか使えないのかな、ルーラー。そうだよ、ルーラー使えるじゃん。え、どこに、お城に行く。え、とりあえず時薬草ちょっと時薬草せっかくできたから、できたからちょっとあのおっさんにあげてくる。500円もらえるっていうからね、500円もらえるから。ちょっとこれマップ欲しいね、マップね、全体マップ的なもの。こっちから入れないんだね。なんでいつも入れないんだろう、こっちから。開けてくれても別にいいのに。めっちゃ二度手間なんですけど、これ。めっちゃ二度手間なんですけど、毎回。お邪魔しまーす。よいしょ。よし。はい、ブーメラン。ダメダメダメ、今装備してるやつ。アイブメラ今装備してるやつだからダメだよ。ありがとう。マップが欲しいね、これね。覚えてないから。まず港町なんとかってところを。が、ポルトなんとか。ああ、ポリトニックあったね。ポリトリンクからの、崖崩れがある場所。これを左に行くのかな、こっち側に行くのかな。内側に行く感じ。お、敵が弱いぞ。薬草ゲット。ここを進んでいく感じかな。ドン。
して、ここを、なんかこっちっぽいね、なんとなくね。おお、窓ハンド、懐かしい窓ハンド、ドラクエ3の時に出たやつじゃん。これ永遠と仲間が呼んで戦闘が終わらなくなるやつ。ちょっと待って、窓ハントの守備力上げちゃうのかい。あ、いい感じに敵が強くなった感じだね。経験値が増えたから。こっちで良さげだね。こっちっぽいね。この道を進んでいこう。この道を進んでいけば何かある。何かある。エンカウント率結構高めですね、これね。うわ、守備力下げられた。なかなか手強い。お、なんだ、家があるぞ。お、やだやだ。昔のゲームって結構演歌するよね。ね、そうそうそう。エンカウント率がやたら高かったりしますよね。ファミコンどころなんか 2,3 歩歩いたら敵出るとかよくありましたもんね。完全なランダムだから敵出て一歩動いたらまた敵出るとかあるあるでしたもんね。やった、ここセーブできるぞ。あ、なんかノイズが入ってるぞ。なんかノイズが入ってるぞ。大丈夫？ノイズが入ってる。大丈夫？プレステ2大丈夫？プレステ2大丈夫？あ、ノイズ消えた。プレステ2大丈夫かな？もう相当古い本体なんでね。あ、こっちでいい感じですね。ん？どこどこ？どこ？どっかに船があるの？あー、あれか。あそこかな。どっから降りていくんだ。あ、岩塩が取れるのね、下行くと。どうやって下に降りていくんだ。ん？あ、違うとこから入る感じか。こっちから入っていく感じか。なるほどね。
どんどん仲間呼ばれるよ。どんどん呼ばれるよ。懐かしい、この呼ばれ仲間呼ばれて戦闘が終わらない感じ。ね、ドラケー3だとあれですよね、あの大魔神とかあの辺と一緒に出てきたりとかしてたような気がする。あの雷神の剣落とすやつ。おお、まひった。寝てるにゃんこに攻撃してるよ、かわいそうに。よいしょー、こう行ったあたりですね。こうつあれかな、まっすぐ行った、うおっと行った感じかな。うわ、爆弾岩だ。メガンテ使うやつだ。おお、よかった。怖っ。スキルポイント。何に振り分けよう。弓スキルだね。あった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 。やばい、あと20分だよ、あと20分。これはおお、船だ、古代の船。これをどうするんだ一体。地図を見せてみ、ほうほうほう、お城ね、今いる場所ここね。これは城に戻って図書室で古い記録を調べる。はい、お城には飛べない感じ？お城には飛べない感じ？
上に行くのはどうすればいいんだ。地図が動かせないから地図が動かせないからわからないよ。地図が動かせればね、これね、道がわかるんだけど。砂漠を抜けていくのかな。とりあえず一旦ちょっと、セーブ、宿屋とセーブを、よいしょ、しましょうかね。安いね。お、何を作ってるんだい。なんかニヤってしてるよ。砂漠を抜けていく感じかな。よいしょ。じゃあもう戻る必要なかったんだね。戻る必要なかったんだね、これね。ちょっとあの船のとこからまっすぐ通り過ぎていけばよかった感じか。二度手間になっちゃったね、これね。おお。キャダルコ、懐かしい。レベルが上がった。まあ、レベル上げにちょうどいいですね。こうやって行ったり来たりしてるのね。このスキル。このスキル。多分船を通り過ぎていく感じかな。うわー、爆弾が。しかもグループで出ないところがいやらしい。よいしょー、怖いよー。ちょっととどめよう。お、岩塩。岩塩を手に入れた。なんか高く売れるって言ってましたね、商人がね。ここを、この船を通り過ぎて、いいねいいね。過ぎていく感じかな。うん、そうだね。で、あの洞窟を抜ける感じか。時間大丈夫か時間大丈夫かな。時間が気になるね。おお、泥人形、懐かしい。これドラクエ2で出たやつじゃなかった、泥人形って。おう、不思議な踊り。
おまみそ。おお、かっちょいい。わ、岩塩。岩塩がいっぱい。あ、全然違うとこ来てるよ。全然違うとこ来てるよ。え？逆だね。こっち？こっちだね。こっちから、ここに曲がっていく感じか。やっぱドラケー楽しいな。まあ、ぶっちゃけあのプレステ2になってプレステまでのドラケー6まではやっ 7まではやったんですけど、プレステ2で 3D になったから、このなんかドラクエ感がなんか感じられなくてやってなかったんですよね。一応買ったは買ったんですけど、全然やってなかったんですよ。けど実際やってみると楽しい。やっぱドラクエですね、ちゃんとね、これね。岩塩がいっぱい。これこっちですね。え？こっから？こっちかな？おお、こっちだね。こっちから抜けて、抜けてこっち側に洞窟があると。ドラクエやったことないから新鮮ですわ。ああ、ドラクエやったことない。へえ。ちゃんはね、もうファミコンからずっとやっ、ファミコンのドラクエ3なんかもう相当やってましたからね、小学生の時ね。まあアホみたいにやり続けてましたからね。何回もクリアしてレベル上げで延々とやって、武道家のレベルを99にして、そうすると攻撃全部回収入一撃になるんですよね。あ、この洞窟だね。これこのアナログスティックの設定で変えられないのがね、またプレステ2っぽいですよね。反転できないのが。下やると画面上向いてみたいな。レバー上に倒すと下向いてみたいな。ああ、なるほどね。ポケモン。やっぱジェネレーションギャップですね。やっぱりね。やっぱドラクエの次にポケモン世代が来ますもんね。やっぱり RPG は。よいしょ。ここを抜けて、おお、お城があったよ。なんか霧に包まれてるけど大丈夫？気に包まれてるけど大丈夫？ヒロさん、今ハープグじゃなくてほぼ対戦ツールになってますけどね。ああ、そっかそっか。ポケモン同士の戦う感じで。なんかあれですよね。64あたりからなんかその対戦用のソフトが出たりとかして、確かね。
で対戦色が強くなっていった感じですよね。任天堂64あたりで確か、おっちゃんはやったことないからよくわかんないけど、確かあの辺だと思ったな。っていうか、お城を霧に包まれてるけど大丈夫かな。ヒロさん、64からガチ勢が出始めましたね。ああ、ガチ勢が、キモガチ勢が、ちょっと敵がだんだん凶悪になってきてる気がするんだけど大丈夫。うわ、めっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、何これ何これ、キモい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 、死んじゃったよ。ちょっとここで死ぬの、ここで死ぬの、生き返れ生き返れ。あ、生き返った。違う違う、満タン。大丈夫、大丈夫なの、このお城行って大丈夫なの。入れない？ちょっと待って、入れないぞ。お、魔法でなんとかしてくれるって。ちょっと水分を補給します。やっぱこの時期ね、空気乾燥するからね。茨が邪魔をしてる感じ。あー、ボロボロにされちゃったんだね。あら、まあ、ドルマゲスの呪い、秘宝が奪われた。回想シーンに入るわけですね。回想シーンに入るよ。昔を思い出します。あ、お姫様、馬になる前のお姫様、うまい具合に顔が見えない感じが、憎い演出ですね、これね。いいね。お、なんか倒れてる。誰かお医者様もいらっしゃいませんか？僕はまだ潜んでるかもしれません。お一人では危険ですわ。え、お姫様も一緒に行くの？お姫様逃げよ。お姫様実は強いとか？
いたー、ニックキドルマゲス。お、お前は道化師の貴様、我が城に近づいたのはその手が目的だったのか。究極の魔術師となる。私は私のことをバカにしてきた愚民どもを見返してやる。そんなしょぼい理由だったの？ドルマゲスが悪くなったのでそんなしょぼい理由だったの？ああ、これで力を手に入れたんだ。お父様危ない。あ、馬に立った。お、50分経ちましたね。の配信は52分、いい感じの時間ですね。このあふれんばかりの魔力、なんと素晴らしい。抑えきれない、魔力が抑えきれない。あららららあらららら、あらららららら、お城の人が木になってる。あら、結構えぐいね、これね。ああ、なんだなんだなんだ。どうしたんだ。一体何があったんだ。無事だったんだ。の中で。キクフクレさん、メビウス。どうもどうも、メビウス。よいしょ。城の図書館。あ、お茶じゃ、ありがとうございます。よいしょ。お、遊び始めた。ほうほうほう。あ、ちょっと待ってね。待ってね。大事な。ああ、一気に流れた、一気に流れた、一気に流れたよ。一気に流れたよ。これね。一
気に流れたね、今まで溜まってたやつがね。ちくふくれさん、あれは、ハマるわ。ハマる。よいしょ。よし、これつけるの忘れてたね、これね。よしと。ソフィー面白いですよね。なんか寂しいなと思ったらコメントをニコニコ風に流すやつが動いてなかった。図書室こっちの方。おお、地獄の鎧、エホマスライム。ベホマスライムを先になんとかやっつけないと。ここ入れないの？城内から。他のライザやり、メルルやり、やったか。これはトトリ並みにはまりそう。ああ、トトリ並みにはまりそう。いいですね。ああ、というわけで、ちょっとそろそろ1時間経つかな。ですね。そろそろ1時間経つので、ゲームは1日1時間ということでね、このドラクエに関しては、1時間をめどに、やっていってるので、ルーラーで来れんのかな。来れるね。じゃあ一旦ここに戻りましょうかね。そしてまたここに来て次回探索という感じでやっていきたいと思います。クレさん、トトリ以外ハマるアトリエあるのかって思ってたけどトトリ以外ね。おー、ソフィー面白かった。そんな感じで、とりあえず次回はこのお城の探索ですね。果たして1時間で。ソフィーははまるぞこれは。ソフィーはまる。よかったよかった。というわけで。ヒロさん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ご視聴コメントありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。さん、お疲れちゃい。お疲れ様でした。よいしょ。あ、これだとこっちにすると音が止まっちゃうんだね。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。